いらっしゃいませ。お元気でしたか？あ、お師様、お出かけですか？ああ、タンクツ組合から調査の要請があったんだよ。ちょっと出かけてくるから、留守は頼んだよ。はい、お師様、お気をつけて行ってらっしゃいませ。実は今、ジブセリさんたちもお仕事に出てるんです。シーカーキャンプにこんなに人がいないのは珍しくて、だから留守番の僕が対応しますので、何かありましたら遠慮なく言ってくださいね。すまん、誰かいないか？はい、どうしました？仲間が原生生物に襲われて猛毒を受けたようなんだ。これは同じ症状を見たことがあります。解毒剤はないのか？あります。ただ保存が効かない薬を使っていて在庫はありません。僕が取ってきますから仲間の方の看病をお願いします。わかった。すまないが一刻も早く頼む。苦しいでしょうけど持ちこたえてください。すぐに戻ってきます。ありがとう。すみません、手伝っていただけますか？ありがとうございます。心強いです。解毒用の薬草はここから奥地の方、開けた花畑に群生しています。ただ監視中に望遠鏡で見かけただけで、僕も実際には行ったことがないんです。急ぎましょう。あの毒は手当てが遅れると大抵死んじゃいます。前に見た時はこの辺りだと思ったんですが、見つかりませんね。もう少し先に進みましょう。参ったの。わしらのおらん間にこんなことが起きていようとは。仕方がないさ。オーゼンさんもいないし、マルルクの判断で正解だろう。それはそうだけど、オーゼンさんの留守中にマルルクに何かあったら。ああ、俺たち裸釣りじゃすまねえ。考えたくもないの。ザポジーはここで待機。つなぎを頼む。俺たちでマルルクを追いかけるぞ。へい、解毒の薬草の方もヤバそうだよ。手遅れになりかねないな。ここです。早く解毒用の薬草を探しましょう。ようやく追いついたぜ。シムレドさん、無事で何よりだね。これでオーゼンさんに申し訳も立つよ。お二人とも手伝ってください。この花畑に解毒用の薬草があるはずなんです。こんなところに花なんか咲いてたから。もしかするとこいつは逃げ花じゃねえのか。逃げ花ってことは近くにあれがいるってことだよね。ああ、そうなるんだ。
何か近づいてきます。解毒の薬草確保しといたよ。これで目的達成だね。え？マルルクはどこだ？ああ！参ったな。いつの間にあんなことに。助けてください！マルルクちゃん、吊るされんの好きだね。わかってるって。今助けに行って。もし様。オーゼンさん。お前たち。まったく。だらしないね。こんな雑草取りなんかで解毒用の薬草は手に入ったのかい？もちろんですって。それじゃあ一足先に帰りますよ。お願いします。あの人助けてあげてください。おや、君も一緒とは奇遇だね。ん？青笛は卒業したのか。とはいえ君の実力じゃこいつらの相手はつらかったろうに。まあ私のところに来ればもう少しマシに動けたと思うがね。そういえばお友達は戻ってきたのかい？安心しなよ。そのうち奈落の底に魂は帰るんだ。君が先か、お友達が先か、どっちが早いか見物だね。星様、言い過ぎです。そうかい？まあまあ、オーゼンさん、ちゃんと伝わらないよ。それじゃここはアビス、奈落の大穴。オーゼンさんの言葉なんかより現実は残酷だって教えたいんでしょ。さてどうだったかね。まあいいさ。お前たち先に帰っときな。そうだ、君、今回は前とは逆にマルルクが世話になったみたいだ。仮を作るのはどうもね。だから気が向いたら私のところにおいで。お友達探しよりも役に立つことを教えてあげるよ。私はさ、うちのジブセリも少しぐらいなら人が増えてもいいと思ってるんだよ。お友達がいたらマルルクも楽しいだろうしね。どうだい君、私のところに来ないかい？あら
れないね。だけどそこまで言われたら、かえって欲しくなるじゃないか。力ずくで物にするっていうのも案外悪くないかもね。ここじゃ本気でやったら部屋が壊れちまう。ついておいでよ。場所を変えるから。私をその気にさせといて、嫌が通るとは思わないことさ。いいから行くよ。ここなら、いくら本気でやっても壊れないから安心しなよ。もっとも、君の体のことは保証しないけどね。壊れて死ななきゃいいのさ。
れでどうだい。やめだやめだ、負けを認めるよ。年寄り、あんまり無理をさせるんじゃない。いつの間にこんな化け物になったんだい。君ぐらい手に入ると思ったんだけどね。世の中ちっとも思い通りにいかないよ。まったく、どいつもこいつも。オーゼンさん、お前たち手を貸しな。ああ、ほんと、いい運動になったよ。お腹が空いたね。うちに帰るとするか。はい、お師様。すぐにお食事の支度をしますね。肉が食べたいね。はい、お師様。それから、シチューも食べたいね。はい、お師様。それから。はい、お師様。